日本鹿児島県薩摩仙台市営利町営利町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国薩摩郡山田郷山田村、薩摩国薩摩郡営利郷山田村、薩摩郡営利、村大技、山田、川内市営利町。郵便番号は895-0005。人口は4220人、世帯数は1488世帯。 薩摩仙台市の中央部、平佐川の中流域に位置している。阿佐駅の北方には、中村町、北方から東方にかけては、日脇町東の原、南方には、日脇町市比谷、南方から西方にかけては百寺町、西方には、平助町、天達町がそれぞれ接している。阿佐駅の北部には、私立少年自然の家寺山地、 薩摩仙台市仙台宇宙館が所在している。浅井駅の中央を川内市営利町交差点を中心として北方に鹿児島県道333号、川内県道院線、南方に鹿児島県道336号、山田熊野城線が通っており、南部で進路を西方に変えている。東西には鹿児島県道42号川内かじき線が通っている。 英里は1956年に英里村が川内市に編入されるまでは山田と称しており、山田という地名は平安末期頃より見えるとされる。書面においては旧安三年の乳来院弁災師別当、友野信夫佐会場に見えるのが初見であるとされており、鎌倉初期頃のものと見られる書面も発見されている。鎌倉末期から、 南北朝期にかけては英里を治めていた、英都市氏が周辺へ勢力を広げるようになった。しかし英都市氏は南北朝末期に没落し、室町期になると、イーリキイン氏が治めるようになった。イーリキイン氏は後に、島津市に組み込まれ、英里などの入来院市の領土は、江戸期以降薩摩藩の直轄領となった。江戸期には、薩摩軍山田里のうちとなり、村高は、 県知目録及び、天保郷町では1882国余り、休校給料では1393国余りであった。明治2年に山田郷と百字郷が統合され、営利郷のうちとなる。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、それまでの営利郷の区域より、薩摩郡営利村が成立し、 それまでの山田村は営利村の大技、山田となった。1956年9月30日には、営利村が、薩摩郡港江村と共に、川内市に編入された。同年の10月19日に、鹿児島県広報に掲載された、市村の配置文号に伴う、大技の廃止及び町の新設により9月30日付で、旧エイ村大技山田の区域をもって新たに、 川内市の町、営里町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東合町、入木町、稽古院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、川内市の町、寺については、 現行通りとする。と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年、以降の人口の推移である。川内市市会立市民病院運営理の小型間の木、私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。ありがとうございます。